オラクルマスターゴールド、オラクルデータベース KWC、移行試験、傾向と対策セミナー。このセミナーでは、アップグレードトゥオラクルデータベース KWC の試験の概要と、この試験の2つのセクションのうちの1つ、重要な DBA スキルのセクションについて、出題傾向と対策をお話しいたします。アップグレード中オラクルデータベース KWC 試験の概要です。オラクルデータベース KWC のオラクルマスターの資格の体系はこのようになっております。ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナをスキルに合わせてチャレンジしていくことができます。また、シルバー以上は世界共通の資格となっております。でこのうち、オラクルマスターゴールド、オラクルデータベース KWC は、バックアップリカバリー、マルチテナントアーキテクチャーなど、技術要素を全般的に理解する上級データベース管理者として、状況に応じた手法の提案や予言が行えるレベルとなっております。オラクルデータベース KWC のオラクルマスターを新規に取得される場合の取得パスはこのようになっております。ブロンズ、シルバー、ゴールドと積み上げ式で取得していくことになります。以前のバージョンのオラクルマスターの資格をお持ちの場合は、移行パスで KWC の資格に移行することができます。例えば、9i10g11g のオラクルマスターゴールドの資格をお持ちの場合は、アップグレード2オラクルデータベース 12C、この1試験だけで 12C のオラクルマスターゴールドに移行していただくことができます。アップグレード2オラクルデータベース 12C の試験の要項です。試験番号は1Z00 JAPAN。試験名はアップグレード2オラクルデータベース12C です。この試験は大きく2つのセクションに分かれています。そして、両方のセクションとも合格ラインを上回る必要があります。それぞれのセクションの出題内容については、テスト内容チェックリストで確認していただくことができます。このセミナーでは、2つのセクションのうちの1つ、重要なデータベース管理者スキルのセクションについて、出題傾向と対策をお話ししていきます。重要なデータベース管理スキルのセクションは、大きく4つの出題範囲に分けることができます。コア管理、パフォーマンスの管理、ストレージの管理、セキュリティの管理です。では、それぞれについて見ていきたいと思います。コア管理の中の日常のデータベース管理。こちらに挙げてあるポイントが品質項目となります。グリッドインフラストラクチャーとデータベースのインストール順。どちらを先に通常はインストールするでしょうか。通常はグリッドインフラストラクチャーを先にインストールします。そのあたりを押さえておいてください。それから、オラクルマネージドファイルズ、OMF。この構成のメリットや動きの特徴について押さえておいてください。それから、リスナーへのサービス登録。こちらは従来は、Tmon、プロセスモニターが行っておりました。
12C からは、リジナルレジスタ LREG というバックグラウンドプロセスが追加されまして、このプロセスが、リスナーへの動的サービス登録を行うように仕様が変わっております。また、11G までのオラクルマスターでは出題範囲に入っていなかったので、馴染みが薄いかと思いますが、オラクルリスタート、こちらも出題されますので押さえてください。オラクルリスタートの使い方。CRS、CTL、コンフィグのコマンドなどを押さえておいてください。他のセッションをブロックしているアイドルセッションを自動的に止める仕組み。こちらはリソースマネージャーを使って実装することができます。こちらも編集項目ですので押さえておいてください。それから、表のオンラインに再定義、DBMS リデフィニションというパッケージを使います。DBMS リデフィニションを使うと、表をオンラインで再定義することができます。こちらのやり方も確認しておいてください。また、共有サーバー構成の時のメモリーの用途についても押さえておいてください。共有サーバー構成では、ラージプールを使用します。ラージプールにどのようなデータが格納されるのかといったところも押さえておいてください。でこちらのコアセクションの方でも、12C での変更点が、若干、出題される場合があります。例えば、リスナーレジスターバックグラウンドプロセスなどです。続いて、バックアップリカバリーです。こちらに書いてある品質ポイントを中心に押さえてください。まず、Rman のバリデートコマンドで検出できる破損。どのようなタイプの破損が Rman のバリデートコマンドで検出できるのか押さえておいてください。アーカイブログファイルの出力先。アーカイブログファイルの出力先の設定の仕方、初期化パラメーターなど押さえておいてください。フラッシュバックデータベース。フラッシュバックデータベース機能について押さえておいてください。フラッシュバックデータベースでは、フラッシュバックログを必要とします。また、フラッシュバックデータベースでは、データベース全体を過去に戻すような動きとなります。このあたりを押さえておいてください。条文バックアップについても押さえておいてください。また、データリカバリーアドバイザー。データリカバリーアドバイザーで、どのようなタイプのアドバイスを出せるのか。品質項目です。フラッシュバックトランザクション。トランザクションをフラッシュバックする機能ですが、こちらについては、フラッシュバックトランザクションのための前提条件。押さえておくようにしてください。例えば、サプリメンタルローギングなどです。また、11G からのフラッシュバックデータアーカイブについて、フラッシュバックデータアーカイブの作成の仕方、それから使うときの手順などを押さえておいてください。では、サンプル問題です。フラッシュバックデータベースについて正しい説明を選択してください。1番、フラッシュバックの完了後、制限モードでデータベースをオープンする必要がある。2番、フラッシュバックの完了後、リセットログズオプションを指定してデータベースをオープンする必要がある。3番、事前に
フラッシュバックデータアーカイブを作成しておく必要がある。4番、フラッシュバックログがあれば、ノーアーカイブログモードでもフラッシュバックデータベースできる。フラッシュバックデータベースについて正しい説明はどれでしょうか？正解は2番。フラッシュバックの完了後、リセットログのオプションを指定してデータベースをオープンする必要がある。2番が正解です。1番、制限モードではなく、リセットログズをつけてのオープンです。3番、フラッシュバックデータアーカイブとフラッシュバックデータベースは全く関係ありません。フラッシュバックデータベースを行うためには、フラッシュバックログ、フラッシュバックログが必要です。はい。あと4番。フラッシュバックログがあればということですが、フラッシュバックログがあり、さらにアーカイブログモードでないとフラッシュバックデータベースできません。コア管理のセクションで、その他のトピック。こちらが品質ポイントとなります。まず、ネットワークの設定周りですが、TNS ピングが通るけれども、接続の際にエラーになるケース。どういうケースでしょうか。あと、リスナー停止後の動き。リスナーを停止した後、新規接続されなくなりますが、そのあたりについて今一度確認してください。あと、SysAUX 表領域からのデータの再配置のやり方、押さえておいてください。また、util.rk.sql というスクリプトが用意されていますが、このスクリプトがどういう用途で用いられるスクリプトなのか、押さえておいてください。あと、DBMS スケジューラー、DBMS スケジューラーによるスケジューラージョブについて優先度の設定の仕方、押さえておいてください。では続いて、出題範囲、その2つ目です。パフォーマンスの管理。パフォーマンスの管理。まずはメモリー関連です。こちらのポイントについて押さえておいてください。まず、キーププール、リサイクルプール。こちらが、データベースバッファキャッシュの、拡張領域ということになります。キーププールは、特にメモリー上に、置いておきたい、キープしておきたいオブジェクトを置くための領域。リサイクルプールは逆にバッファキャッシュ上に残しておかなくてもいい。すぐにその領域をリサイクルしたいということで、そういったオブジェクトをメモリー上にキャッシュするときに指定する領域となります。ただのキーププールやリサイクルプールがそうですが、自動共有メモリー管理の対象外となる領域。こちらのキーププールやリサイクルプール、そして、リドゥログバッファーなんかもそうです。自動共有メモリー管理の対象外となる領域が、どのような領域なのか押さえておいてください。また、自動メモリー管理の前提、どのようなパラメータを設定しておく必要があるか、このあたりも押さえてください。また、自動メモリー管理をしているときの、自動管理のパラメータ設定の意味合いについても押さえておいてください。例えば、メモリーターゲットを設定している状況、自動メモリー管理を設定している状況で、DB キャッシュサイズ、データベースバッファキャッシュのサイズを個別に設定した場合、その設定はどういう意味を持つのか。
ですね、データベースバッファキャッシュのサイズの加減という意味合いを持ちますが、そのあたりを押さえておいてください。パフォーマンスの管理、その他の項目です。品質のポイントとしては、データブロック競合が発生しているケースでの対策、ね、データブロック競合が発生しているケースで、どういう対策を取れば、ね、状況が改善されるのか、ラッチ関連の待機が発生する原因が何なのか、AWR ですね、自動ワーキングロードリポジトリの仕組みと使用方法、全表スキャンが過剰に行われている、原因、DSS ワークロードで索引とマテリアライズドビューの推奨を得体的にどうするか、SQL チューニングアドバイザーでできること、SQL パフォーマンスアナライザーでできること、統計情報の公開、適用カーソル共有、非表示作品の挙動、これらについて押さえておいてください。特にこちら、ね、後半がそうですけれども、11J からの機能についても、かなり出題されますので、必ず押さえておいてください。サンプル問題です。同時インサートの多い表で、バッファービジーウィーツ待機イベントが多発していることが分かりました。対応策はどれですか ?1、データベースバッファキャッシュのサイズを増やす。2、ブロックサイズの大きい非デフォルトブロックサイズの表流域を作成し、その表流域に問題の表を移動する。3、ログバッファーのサイズを増やす。4、データベースライターバックグラウンドプロセスの数を増やす。5、その表の表領域を自動セグメント領域関連にする。同時インサートの多い表で、バッファーデジーウィーズという待機イベントが多発していることが分かりました。対応策はどれでしょうか。正解は5番。その表の表領域を自動セグメント領域管理にする。こちらが正解です。この、バッファービジーウェイズという待機イベントは、同じブロックへのアクセスが多発している、それで競合してしまうときに、出る待機イベントになります。ですので、1番の、バッファキャッシュのサイズを増やしても意味がありません。また、2番、ね、ブロックサイズを大きくしてしまうと、むしろ、この状況を悪化してしまいます。3番のログバッファーは関係ありません。4番も意味がありません。5番、ね、その表の表領域を自動セグメント領域管理にすることで、セグメントヘッダーブロックでの競合を減らす。で、結果として、バッファービジーウェイズが減るのではないかと考えています。ストレージに関してです。ポイントは、品質のポイントは、ファイルシステムから ASM へのデータの移行方法。ASM のエイリアスの機能ですね。ファイルに別名をつける機能。ASM の可変エクステントについて、ASM のリバランスの高速化について、それから、ASM は関係ありませんが、
大型ファイル表示、ビッグファイルですね。セグメントアドバイザー、ダイレクト NFS、このあたりが品質のポイントになります。ASM については、11G からの機能拡張についても出題されますので、必ず押さえておいてください。セキュリティ、セキュリティについての品質ポイントはこちらとなります。パスワードファイルと特別な権限、シスバックアップ、シス DJ、シス KM、こちらの特別な権限は、12C からの新機能です。従来、シス JDA でまとめて行っていたような処理を、権限分省のためにですね、権限を分けられるようになっています。パスワードファイルとその大文字、小文字。それから、通常の監査ですね。監査のオーディットコマンドの使い方。ファイングレイン監査のコマンド設定の仕方。暗号化表領域の使い方。こちらは、11G からの機能ですね。トランスペアレントデータエンクリプション、TDE で、表領域ごと暗号化できるように 11G からなっていますが、その話。あとは、ユーザープロファイルで実装できること。このあたりが、セキュリティのトピックからの品質項目です。では、サンプル問題です。以下のコマンドの説明として正しいものを選択してください。ほら、pwd、ファイルイコール、シングルコート、プラス、データ、orcl、ほら、pw、orcl、シングルコート、エントリーズイコール10、デイリーユニークネームイコール orcl、シスバックアップイコール y、フォーマットイコール12、1. パスワードファイルの大文字小文字を区別しない。2. ASM 上にパスワードファイルが作成される。3. 12名までのパスワードを格納できる。4. シスバックアップイコール Y の指定があるので、自動的にバックアップが取得される。以下のコマンドの説明として正しいものはどれでしょうか。正解は2番、 ASM 上にパスワードファイルが作成されるです。どこにいればわかるかというと、ファイルイコールの後プラスデータとなっていますので、データという名前の ASM ディスクグループ上にパスワードファイルを作っていることがわかります。1番、パスワードの大文字小文字を区別するかですが、イグノアケースというパラメーターで指定できます。こちらの例では、特に指定していませんので、デフォルト、つまり、パスワードの大文字小文字区別するということになります。それから3番、パスワード何名まで格納できるかですが、エントリーズイコール10となってますので、10名までのパスワードを格納できます。こちらのオラ PWD コマンドのフォーマットイコール12とありますが、こちらは12名という意味ではなく、オラクルデータベース 12C のフォーマットのパスワードファイルという意味になります。また4番、シスバックアップイコール Y の指定があるのでとありますが、このシスバックアップは、自動的にバックアップを取るという意味ではなくて、権限分省のために、新たに用意された特別な権限、シスバックアップ、この権限を持っているユーザーについても、このパスワードファイルに含めるの意味です。
では、アップグレードトゥオラクルデータベース 12C の試験につきまして、コア管理のセクションで、新設されるポイントをご紹介してきました。このセミナーの中でご紹介した、新設ポイント、こちらを一通り押さえていただければと思います。ありがとうございました。